したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。前回についての質問がありましたが、改めて今のお気持ちを教えてください。そうですね、まあ、引き続き、代表に選んでもらったことはすごく、まあ、光栄に思います。今回は日本で試合を行われますが、まあ、どんなプレーを見せていきたいですか。まあ、チームでやっていることっていうのをまあ変わらず代表のピッチでも変わらず表現することっていうのを心がけたいと思います。リーグではすごい調子がいいチームですが、その中から小野選手、そして橋本選手、この2人も選ばれました。FC東京としてどんなプレーを見せていきたいですか。そうですね、まあ、東京から3人選ばれたことはすごい嬉しいことですし、まあ、みんなそれぞれ思うところはありますけど、まあ、全員が本当にチームでやっていることを変わらずやり続ければ本当にうまくいくと思うので、まあ、全員いつも通り普段と変わらないようなプレーをしたいと思います。